皆さんこんにちは、宮城タスクのスポーツビジネスセミの時間でございます。はい、今日はですね、総合型スポーツクラブ営業作戦第2弾ということで、福祉化を攻めようというテーマで、お話をしたいと思います。前回ですね、この営業作戦第1弾ですね、結構いろんな方々からコメントというかメッセージもね、いただいて、なるほどというような形でコメントをいただいたので、まあ、ちょっと第2弾ということでですね、お話ししようかなというふうに思っております。はい、でまずはですね、営業作戦第2弾、ね、福祉課を攻めようということで、福祉課ね、そのまあ言ったら行政の福祉の担当ですね、介護予防であったりとかですね、本当に、まあ、障害者福祉とか、いろんなところでですね、まあ、高齢者の、ね、いろいろこうサポートケアとかね、そういったことを、まあ、される部署になりますけれども、まあ、そこについて、前回も言いましたが、攻めるっていうのはですね、なんかお前らちゃんとやってるのかっていう、攻め立てるの攻めるの方じゃなくてですね、いろんなこう提案をポジティブに前向きにしていきましょうという、まあ、お話でございます。はい、で、まあ、なんで、その分野になるのかということなんですけども、これまたですね、あの総合型スポーツクラブの、まあ、国が求めるものということで動画を撮らせていただいたので、ぜひねそちらも一度見ていただければなというふうに思いますけれども、まあ、やはりね、この総合型スポーツクラブの、まあ、経営運営について、ね、求められるものがもう 2,30 年前ですかね、総合型スポーツクラブというものがこうでき始めた時と、やはりこの今現在ではですね、求められるものが、まあ、より明確になっているというところもありますし、今時代の変化とともにですね、いろんなボリューム、ね、本当に広い年代にスポーツをさせましょうというようなところからですね、まあ、本当に今どちらかというと、まあ、人口比率的にもそうですけど、だんだんまあ高齢化になってきた上で、やはりそのボリューム、ね、高齢者の皆さんのボリュームが大きくなってきて、さらにそこで医療費がかさむというふうになるとですね、やはり国の、ね、まあ、医療費がこわっと増えると、ね、財政をまあ圧迫するというようなところもありますので、そういったところのまあアプローチという部分で、求められているところがあります。はい、で、まずこの総合型スポーツクラブね、この福祉課を攻めようという話の中で、お話ししたいのがですね、まあ、本当に、まあ、いわゆる本当に健康寿命をしっかり上げましょうと、ね、健康で長生きしてもらうための、ね、体づくりをまずしましょうというのがまず1点ですね。で2点目が、ね、今度は、まあ、そのこれもまた前回の動画でも言ったんですけど、やはり高齢者の皆さん、今大雨とかね、地震とか災害、まあ、津波とか、いろんなところで、やはり、まあ、なかなかねこう若い人みたいにポンと走って逃げるとかいうこともできないので、そういった常日頃から備えて、ね、避難であったりとかフォローし合う、助け合うというような仕組みをしっかり作っておきましょうという話。そして、3つ目がですね、まあ、本当にこのコロナで、ね、どこも結構経営が大変ですっていう中で、このコロナだからこそやってほしいことということで、3つ今日はお話をしようかなというふうに思っています。はい、まず1つ目、ね、まあ、本当健康寿命を上げましょうということ、まあ、これはもう本当にですね、実は30年も前から総合型スポーツクラブが言われていることでは変わりが、ないところではございますけれども、まあ、本当に広くどの世代もスポーツをやっていくと、ね、で成人の皆さんのスポーツ参加率をどんどん上げましょうということもそうなんですけれども、まあ、やはりですね、これから、まあ、2025年問題というのがありますけれども、2025年までにですね、団塊の世代の皆さんがですね、65歳以上になってくるということで、まあ、本当に、まあ、その団塊の世代というのも今人口の中でもかなりのボリュームを占めている年代の方々なんですけれども、まあ、この人たちが、人口がやはり多く高齢者になってくるということはですね、まあ、いよいよいろんな医療費であったりとかかかってくる費用で、今まではこの人たちが、ね、働いて納税するとかね、年金を払うという立場だった皆さんが、今度はそれをサービスを受ける側ですね、どちらかというと働くというよりも、まあ、そういう年金でいただく側、ね、もちろんこの人たちが悪いとかじゃないですよ、この人たち今まで頑張って日本を支えてきた方々が、今度はじゃあそれをね、まあ、年金をちゃんといただけるならばいただくというようなポジションになってきた時にですね、それを支える若い世代の人口はやはり少ないわけですよね。
ってなってくると、やはり医療費とかもすごいかかってくるので、それをなるべく抑えられるためにも、ね、この皆さんね、大変申し訳ないですけど、しっかりお金をかからないように長生きしてもらおうというようなことを、求められているというような、ことでございます。はい、ですので、いわゆるいろんな体操教室みたいなことに力を入れているところもありますし、本当に具体的に卓球とかね、グランドゴルフとか、さまざまな種目でね、普段から運動する習慣をつけましょうと、いうようなこと、これはもう本当に、いろんな、今も65歳って言ってもね、すごい元気な皆さん多いので、それこそ、もう本当シニアで、サッカーをまだまだバリバリやってるという方ももちろん多くいらっしゃいますので、そういった方々が、プレーできる環境であったりとか土壌を、しっかりクラブがサポートして作っていくというようなことをですね、やっていきましょうということでございます。で、過去にはですね、公民館活動とかそういったのもありましたけどね、そういったの敬老会とか老人会みたいなのもありましたけど、なかなかそういったところの、地域との触れ合いみたいなのも、少なくなってきている世の中ですので、クラブにね、サッカーでも卓球でもいろんな競技で参加していただくというようなこともそうですし、やはりね、人間人の世話をしている時がね、健康ですので、仕事とかね、やってたりすると元気ですけど、急にやることなくなったりすると、こうちょっと弱ってくることがありますので、逆にそういった皆さんもクラブの運営とかにもね、本当どん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 参加していただいて、もちろんボランティアなんかでもありがたいですけど、もう今の65歳の皆さんで、ね、もういろんな人生経験もしてきてるし、経営してきてたりとかね、もう本当にいろいろこう、もう戦後苦しい時代も渡り歩いてきてる皆さんだと思いますので、僕はね、まだまだ優勝のスタッフとして、本当にね、むしろね、僕らがやるよりもいろんなね、パワーもあると思うので、そういった活動を広げていくという上でもですね、そういった方々にぜひクラブの経営にも参加していただいて、どん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 次の世代にどう引き継いでいくのか、自分たちがどういう形だったらスポーツ楽しみたいんだっていうのをね、そういった表現できるようなクラブ、単純にサービスを受けるだけのクラブじゃなくて、経営にも参加していく、クラブ作りにも参加していただくという形で、これから皆さんにもどん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 参加できるようなクラブ作りをしていくと、これいいのかなというふうに思います。そして2つ目、この2つ目がですね、やはり今も本当地震とかね、地震、大雨とかね、いろんな震災、災害が、ある中で、やはり避難所での、過ごし方もそうですけども、避難するまでの道筋とかですね、いろんな、ロードマップみたいなのも出されたりもしますけど、なかなかそういったのをしっかり意思疎通、統一、するっていうのも、やっぱり行政もなかなか、難しいと。こういったその町の広報とかね、いろんな形で配ってはいるとは思うんですけども、なかなかそれを皆さんが細かく見ていただくというのも難しいと思うんでね、そういった形で、そのクラブの皆さんが、スポーツきっかけで、どこにどんな人が、おじいちゃんおばあちゃんが住んでる、もしかしたら一人で住まれてる方がいればですね、最近クラブで見なくなったら、あ、ちょっとね、元気かなってこう覗きに行くとか、いうことも非常に大事ですし、定期的にこう避難訓練みたいな形でね、いつも例えばサークルをやってる公民館とか体育館があればね、そこにこう集まってくるという、通うっていうだけでね、もう言ったらその避難する時の歩く練習、最短ルートで歩いてきましょうとかね、いうふうな練習にもなるので、普段からそうやって顔を合わせるということ、でそこにちゃんとそこまで歩いて移動をしてもらうというようなこと、で誰々が今日は休むって言ってたよとかっていうような、みんながちゃんとこう顔を合わせながら連絡がしっかり取れる、そういうようなコミュニティを作っていくということも非常に求められているということでございます。なので、さっきの、今一番目のやつは、スポーツを実際するということで、スポーツクラブ そのスポーツという種目のところで実際そのオペレーション運営をしていくということが非常に大事という話をしました。で、今話したこの2番目は、そういったその震災とかね、いろんな、非常事態を考えた時に、このスポーツという中身だけじゃなくて、そこに来るまでの、移動とか、これをどういうふうに運営するかっていうその連絡網とかね、皆さんが顔が見れてるっていうような、このスポーツの周りにあるコミュニティであったり、その普段の活動自体が、緊急事態に大変役に立ちますよというようなお話でございます。なので、もちろんスポーツそこで何をするかとかいうことも非常に大事なんですけど、その中身もさることながら、そこに来るまで、最近そこに来てない人がいたら健康大丈夫かなって心配するとか、連絡してみるとかっていう、それが連絡できるとかね、そういった関係、スポーツに付随するそれ以外のこの活動っていうところが非常に大切になってくるので、そういったところも、そのスポーツ
ついてくる付加価値として、まあ、提案すると、ね、まあ、そういったところもですね、まあ、そういった福祉の皆様なんか、ね、福祉課の皆さんに、まあ、高齢化の、ね、なってきてるので、こういった高齢者の皆さんがこういうふうな移動とか、ね、コミュニティをするということでのスポーツ活動に対するご支援を、ね、じゃあプログラムを一緒に作っていきませんかというようなことも、これまた一つかなというふうに思います。そして、最後に3つ目ですね、はい、まあ、そうは言っても今このコロナで緊急事態でございます。もう私の、もう私の周りでも私自身もですね、もうこうやって、ね、動画で好きなこと言ってますけど、まあ、こういった時間が非常に一つの発散になってますけど、なかなか外にも出れませんし、市町村とか県をまたぐ、ね、もう飛行機になるなんてもうなんか犯罪者のような扱いをされますんでね、もうそれまではコロナが来るまではもう月に2回も3回も、まあ、国外であったり県外に行ってた僕がですね、今ひたすらパソコンとこうスマホと向き合うということしかできません、まあ、そのように、まあ、私だけじゃなくて、まあ、僕なんかまだこうなんかねやろうと思ったらいろいろできますけど、やはり高齢者の方々、そういったぐーっとこうストレスが、ね、かかっている中で、もう人が多いスーパーに行っても、もしかしたら菌をもらってきてしまうかもしれないとか、ウイルスもらうかもしれないということで、もう生活がねなかなかこう外にも出ないというふうになるとね、やっぱり一気に体力って落ちてくるわけですよね。でこれ実際に相談、うちの町の福祉課の方に、ね、相談されたんですけど、まあ、実際にまず運動、外出する機会が減った、ね、それに伴って体力が落ちてきた、体力が落ちてきたというと、こんなご飯が食べれない、ね、というふうに、ってことはやっぱりますますこう痩せ細ってしまうと、筋肉が落ちてしまう、ね、ということで、今度はもう今度サポートするっていう手間が、手間っておかしいですね、サポートすることが必要になってくるとこういうふうに、ね、直接コロナで弱ってるわけじゃないですよ。コロナを気をつけるがあまり、普段の生活リズムが狂って、そこでですね、状況が悪化するという方が非常にまあ多いというご相談をいただきました。なので、まあ、そういった、ね、コロナ対策として、でまあ、もちろん最大限注意はしますけども、やはり、まあ、特に独居老人の方もそうですけど、いつも、ね、誰とも会わない、一人で家にこもってますって言ったら本当病気になっちゃうので、そういった方々に、まあ、一つでちょっとソーシャルディスタンスを取りながらもご挨拶しに行ったりとか、ね、少しじゃあ、ね、こう体操、ね、お庭からなんか玄関なのか距離取ってでもこういうふうにしましょうっていうことを、ね、提案しに行くとか、例えばいろいろこう換気があるような状況でですね、何かしらは運動、体を動かすということを一緒にやっていきましょうとか、ね、そういうふうにするとか、まあ、そういった本当にその顔を出すだけでもね、声かけをするだけでも、これ全然違いますので、そういった、ね、コロナで皆さんが思いっきり動けない、スポーツできないっていう状況だからこそ、ね、じゃあできない時に家でできることってどんなことがあるかとかね、一人でできることっていうのはどういうことがあるのかっていうのを指導しに行ったり、様子をね、ご用を様子を伺いに行くということもですね、またまあクラブの存在価値として非常に重要なことではないかなというふうに思います。なので、まあ、僕らもこれからちょっとそういったことをね、やっていこうかなと、まあ、実際も動き出しているんですけどね、いうふうに思ってますので、ぜひね、今も総合スポーツクラブで、運営されている方々も、まあ、そういった地域の皆さんの、まあ、見回り、うん、っていうことも、まあ、ぜひね、やってみたらどうかなというふうに思います。でこれらを、ね、高齢者の皆さんからじゃあお金取りますよとかって言っても、ね、やはりなかなか生活の、お金があるないもそうですけど、いろいろ差がありますので、そういった皆さんじゃなくてですね、そういったのを、まあ、行政の、ね、一つの、うん、仕事として、それを業務を委託を受けて、高齢者方のどこどこに、ね、いきなり個人的に家、高齢者に訪問されたら怪しまれるだけなので、行政からちゃんとそういった個人情報の取り扱いもしっかり注意を受けながら、それで派遣をされていくと、ね、行政の信用の下でしっかりしていって、ちゃんとケアサポートをしていくというふうに、事業を一つずつやっていったらいかがかなというふうに思います。まあ、なので、まあ、そういった、福祉課さんにですね、こういった状況がありますということでちゃんとご説明して、まあ、よそではこういった活動してますけど、うちもそういったのできますよと、ね、まあ、一つ言えばそのコロナのこういった訪問活動、ね、体操の声かけ活動みたいなのができますよ、ね、これぜひうちに事業いただけませんかっていうのはこともまあ一つだと思いますし、まあ、あと二つですよね、まあ、本当にじゃあそうは言っても本当に何かじゃあ今避難しなきゃいけないってなった場合に、コロナも気をつけながら、まあ、今も実際九州でも大雨の方でもありましたけども、そういったのを気をつけなきゃいけなくなってきているので、ね、そういった時の備えとして事業をやりますよと、ね、集団行動に対するケアをしますよという話、そしてもう一つが、ね、総合私生スポーツクラブのことを、ね、やっていくということで、
ね、まあ、元気な高齢者の方々であればですね、ぜひ参加していただいて、一緒にそういった活動も、まあ、急に若い人たちだけじゃなくて、同じぐらいまだまだ元気な60歳、65歳の方々と一緒に、訪問していきますということも、ね、クラブの運営自体にも関わってもらうということで、一緒にやっていったらどうかなというふうに思いますので、ぜひそういった形でですね、企画提案をしてみればいいかなというふうに思います。はい、ということで、今日はですね、総型スポーツクラブ営業作戦第2弾福祉化を進めようということで、お話をさせていただきました。参考になった方はですね、ぜひ、チャンネル登録と高評価いただければと思います。今日は以上です。動画いきます。